こんにちは、失礼します。今井町並散歩、今日明日が本番でございます。今井はもともと茶人、今井宗久さんという茶人がいらっしゃいました。これは千の利休、津田宗久、今井宗久三大茶人の一人、出資生まれたわけではないんですが、ここでもう商いをされて、それから堺の方に行かれてという形になってますので、まあ、そういうゆかりの地もありまして、今井の方でお茶をテーマにこの20年間町おこしをさせていただいております。その中でのこの茶がゆでございます。ということで、この茶がゆ、じゃあ何にこだわっているか、遣唐使によって渡来し、日本で最初に茶の木が植えられた大和高原の無農薬自然栽培茶を使用。はい、次水無臭の、はい、吉野天川、吉野天川泥川ですね、泥川の泥川の水。はい、はい、米、飛鳥村稲淵の千枚だ千枚だと思うけど、それが棚田米。はい、じゃあこっち、あ、行きますか、久保さん。はい、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 下市町広橋の梅干し、はい、今井町河合酒造の奈良漬け、はい、ごま豆腐、大峰さん、泥川の星の鈴使用女性ボランティアスタッフ手作りのごま豆腐、食器、赤肌焼き、赤肌山、元釜の守り釜で2枚の小松菜、軒瓦を特別に衣装をして制作した茶碗、皿、箸置き、湯飲み。はい、これがね、はい、続きまして、そうなんですね、はい、柿渋染め南朝末、今井町河合酒造の柿渋染め、柿は大和の名産で、古くから柿渋が清酒、成長剤、血圧を下げる薬、生地、食器など、木製品に塗布するなど、生活に取り入れられていました。南朝末は、大和今井の茶がゆと和紙に、墨書きして、その上から柿渋を塗布し、裏打ちをしています。町の若者たちが制作してくれたものです。はい、で最後お願いします。うん、箸でございます。箸、吉野の割り箸、吉野杉のこれ端材って読むんですか、を活用、生産は日本一、箸袋もスタッフによる手作りです。はい、というものを使っております。今見てもらった通り、奈良県内のいろんな名産品を使ってこれを作っております。あの昔の方はこういう街並みでこういう質素な倹約的な生活をしていた。
パティシェ通ります。サヨーレス通ります。パティシェ通ります。パティシェ通ります。でも頑張ってください。